こんにちは、テルジーチャンネルのテルジーです。もう早いもんでね、15日、8月の15日、もう終わろうとしてますね、お盆が。もうこの時期になるとね、海で泳ぐ人もね、かなり少なくなってね、ほとんど人が少なくなってね、いませんが、まあ泳いだらね、もうクラゲが出るんでね、もうあまり泳ぐ人はいないということなんですけど、前回の放送でお送りしました PL フィルターについてですが、実は PL フィルターには2種類ありましてね、普通の PL フィルターと、それから CPL というのがあるんですね。フィルム時代はね、普通の PL でよかったんですよね。ところが現代のデジタルカメラに以前の PL をつけるとどうも誤作動が起こると、オートフォーカスが効きにくいとかね、それからまあ露出が狂うとかね、いうのがあります。それはなぜかと言いますとね、どうもね、まあ深くは私もあんまり知らないんですけども、どうもハーフミラーのところでね、オートフォーカスを測る光と、それから露出を測る光ですね、それが2種類にこう分かれるわけなんですけど、どうもその辺でね、誤作動が起こるということでね、まあ新しく開発されたのがこの CPL なんですよね。CPL の C はサーキュラーという意味なんですが、サーキュラー PL だから、現代のデジタルカメラを使っている人はこの CPL を使っていただきたいとね。まあフィルムカメラでね、まだ撮ってる人がおられると思うんですが、そういう方はもう以前のね PL フィルターでもいいと思うんですよね。はい。現在はもうほとんどの方がねデジタルカメラ使ってらっしゃいますので、この CPL をね使ってね、撮られた方がいいと思います。まあ、露出がね狂うんでね、やっぱりね正規なね CPL を使った方がいいかなと思っております。はい。そういうわけでね、今日は PL フィルターには2種類のフィルターがあるんだということをねお知らせいたしました。はい、それでは今日はこの辺でお別れします。さよなら。